ジャンバティスト・ラ・リベは、フランスの彫刻家である。1904年に、ローマ賞を受賞し、1919年から1927の間、リヨン国立高等美術学校の校長を務めた。若いアスリートリヨンで生まれた。1890年から1896年まで、リヨン国立高等美術学校で学び、パリ賞を受賞し、パリに留学し、 パリ国立高等美術学校に入学した。1900年からローマ賞に応募し、1901年に2位に入賞し、1904年にローマ賞を受賞した。1905年から1910年の間、ローマに留学し、ウジェーヌ・ギオームの指導を受けた。1918年から翌年の間にパリのバルドグラース軍病院に大規模なレリーフを制作した。 その後も各地に第一次世界大戦の犠牲者の慰霊碑を制作した。1918年にニコラシカールの公認として、リヨン国立高等美術学校の校長に就任した。美術学校の校長としては彫刻のクラスの刷新や応用美術の分野、建築物の装飾などの教育を充実させるために、フレスコ画の画家などを招聘した。自らも建築家と協力して、 建築を飾る彫刻の制作を行った。1926年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。